日本九州地方福岡県福岡市沢楽、中央区シーサイド、桃地シーサイド、桃地円形シーサイド桃地は、中央区と福岡市沢楽にまたがる、海岸の埋め立てによる、ウォーターフロント開発地区。地区に含まれる、行政地名は、中央区事業浜1丁目及び2丁目並びに、沢楽桃地浜1丁目から4丁目まで。面積は、 事業浜が45.82ヘクタール、桃地浜が103.07ヘクタール。2021年5月末現在の人口は8429人。シーサイドも地の愛称は、博多湾を眺望し海に親しむ、町のイメージや桃地の100と事業の地をとって1986年に名付けられ、一般的には事業浜地区も含めて桃地浜。 桃地浜と呼ばれることが多いが道路標識ではシーサイドも持ちに統一されている。1977年の第四次福岡市総合計画において内陸部の乱開発防止や適正人口配置や自然環境再生を目的とした臨海部開発計画シーサイドタウン計画の一つとして海岸線の再生や既存市街地の環境浄化を目指す人口解品と 放送住宅地区として策定され、また1978年には、博多高校湾計画改定において、都市機能の充実改善を図る住宅用地を中心として、都市、交通機能や緑地計画が定められた。1980年12月に、博多湾の福岡市漁業協同組合との同意を得て、1981年10月に、埋め立て免許が取得された。 1989年に東地区において開催されたアジア太平洋博覧会の閉幕後、現在の土地利用へと開発が進んだ。以前、桃地海岸と呼ばれていた海岸の沖が、1982年4月から開始された埋め立てによって土地が造成された。986.7万竜米の春節土砂及び山土を用いて、最大水深に4.5メートルまでの浅い海域を、 埋め立てて、1985年に第一航区71.5ヘクタールが、1986年9月に全航区138.3ヘクタールが竣工した。福岡市の中心と言われる中央区天神の西側、中央区と福岡市沢楽にまたがり、海に面する地域に位置する。北で博多湾に面し、東で駒川の川口部を介して福浜と南で事業。 西陣及び、桃寺と隣接し、西で室見川の川口部を介して豊浜及び、あたご浜と隣接する。地区の範囲としては、ひい川河口の臨海部が人工の砂浜となっている、シーサイド、桃地海浜公園の南側で、西側の沢楽、桃寺浜と中央区事業浜の全体を指し、両地区の間は、ひい川の川口部により分けられている。なお、 広域的な地名としてこの地区が、桃地と呼ばれることもあるが、行政地名としての桃地は、桃地浜の南側で、沢楽役所や地下鉄藤崎駅などの北側に広がる地区の町名である。都市計画に関しては、福岡市都市計画マスタープランにおいて、シーサイド、桃地地区に西陣地区及び藤崎地区を合わせた地域は、都心部を取り巻く東部、南部、 西部の三つの広域拠点のうち、西部広域拠点として位置づけられている。なお、当地区のモデルとなった、神戸のポートアイランドは、東京、お台場臨海都市再開発に先行した、日本で最先発の臨海部の開発として知られる。福岡空港の制限表面から離れた場所となっていることもあって、中心業務地区である天神より建築物の高さ、制限が緩く、 比較的に高層の建築物が多い。桃寺浜地区には、福岡タワー、福岡市総合図書館、福岡市博物館や、RKB 毎日放送、テレビ西日本の社屋、情報関連企業や情報技術研究開発機関、高層ビルやマンションが数棟ある。事業浜地区には、小売業大手だった大英グループが開発したホークスタウンが広がっており、 福岡ペイペドームやヒルトン福岡シーホーク、m a r イズ、福岡モモチなどの商業施設等が多い。1994年公開の映画、ゴジラ VS スペースゴジラでは、周辺一帯は舞台となり、大規模なロケが行われた。2001年度の NHK 大河ドラマ、北条と木宗の撮影においては、中世博多の様子を再現したオープンセットが設けられ、 中世博多展も開催された。事業浜及びももじ浜について、それぞれの人口の推移を、福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は、各年9月末現在である。道路交通に関しては、ペイペドームのイベント時にはヨカトピア通りを中心とした、ドーム周辺道路の渋滞が悪化しており、これに2016年のホークスタウンモールの閉鎖も、 相まって交通対策が求められている。福岡市では関係機関が連携して総合的対策を実施しており、ドーム m a r k e y 横断歩道橋をつなぐ歩行者デッキの整備、ドーム敷地内にタクシー乗降場の新設、イベント時の臨時バスに連接バスを導入するなどの施策が行われている。桃地浜地区事業浜地区桃地浜地区事業浜地区。 ありがとうございます。